子供の頃、僕は正義の味方に憧れてた。なんだよそれ、憧れてたって諦めたのかよ。うん、残念ながらね。ヒーローは期間限定で、大人になると名乗るのが難しくなるんだ。そんなこと、もっと早くに気がつけばよかった。そっか、それじゃしょうがないな。そうだね、本当にしようがない。うん、しょうがないから俺が代わりになってやるよ。じいさんは大人だからもう無理だけど、俺なら大丈夫だろ。任せろって、じいさんの夢は。ああ、安心した。まいった、またここで眠っちまったのか。あ、訂正、女の子は二人だけだった。先輩、朝ごはんの支度始めちゃってますよ。ああ、おはよう、さくら。朝の支度なら俺も手伝うから、ちょっと席空けてくれ。あ、じゃあ焼き物をお願いしますね。さっきご飯は炊きましたから、私はお味噌汁とお惣菜をやっつけちゃいます。
さくら、その昨日の話なんだが。はい、昨日の話ってどの話でしょう先輩。いや、だから昨日の話、さくらと藤姉とセイバー3人で寝ただろ。さくら、セイバーが住むことを気にしてたみたいだから、どうなの。どうなのかなじゃ分かりませんよ先輩。もっとはっきり言ってくれないと答えてあげません。だから仲良くやってくれると嬉しいんだが。ああ、セイバーさんと私が仲良くすると先輩は嬉しいんですか。嬉しいっていうか助かる。セイバーの住み込みはさくらに無断で決めちまっただろ。だからさくらが怒るのは当然で、セイバーを嫌うのも仕方がないことだけど、そのあたりを多めに見てくれて、セイバーに優しくしてもらえると、なんていうか。セイバーさんにじゃなくて私に嬉しい。はい、そういうことならお答えしちゃいます。セイバーさんと私たちは昨夜の霊地をもって完全に和解しました。私はまだセイバーさんは苦手ですけど、それでも仲良くやっていけると思います。あの人分かりづらいけど可愛い人ですから。可愛いってセイバーが。そうですよ、藤村先生なんてセイバーちゃんって呼んでますし、セイバーさんも慣れてくれたみたいです。本当は監視するための同室だったんですけど、今夜も3人で寝ようってことになっちゃいました。あ、訂正。セイバー起きてるよな。シロ、どうしたのです。まだ起床には早いと思いますが。ね、あ、いや、俺はこのぐらいが普通なんだ。飯の支度があるから。そうなのですか。驚いた。随分と早起きなのですね、あなたは。まあ、早起きの部類には入るかな。けど、おかしなことを気にするんだな。セイバー、俺が寝坊するタイプだと思ってたのか。あ、いえ、その失言でした。タイガがまだ眠っていますし、エミヤの家の者は皆朝に弱いのだろうと早合点してしまった。ああ、納得。藤姉の寝坊すけっぷりは半端じゃないからな。それより、おはよう、セイバー。昨日はよく眠れたか。はい、十分に。昨日は戦闘もありませんでしたし、疲労は全くありません。そりゃよかった。てっきり、眠れていないのかと思ってさ。藤姉、寝相悪かっただろう。昨日はその、遅くまで騒いでいたようだし、あんまり騒がしいようだったら、俺から言って部屋を別にさせるけど、どうする。いいえ、その必要はありません。問題がない限りタイガの提案を飲みたいと思います。そうなのか。
いや、そうしてもらえるとこっちも助かるんだけど。セイバー、フジ姉のこと気に入ったのか？ええ、タイガはいい人柄です。あれほど人に偽らず、人に騙されない人間は稀です。彼女が監督をしていたと聞いて、指導の素直さがとても納得できた。喜んでいいのかどうか微妙な評価だな、それ。褒めているのです。まだ短い時間ですが、彼女のことはよく分かりましたから。それじゃあ、さくらとも仲良くできただろう。さくらは藤姉に輪をかけて毒がないからな。それはそうなのですが、私には彼女を把握できません。敵意というほどではないのですが、まだ警戒されているという感があります。じゃあさくらとはまだ話してないのか？いえ、さくらとも和解しました。シロウの言う通り、彼女もタイガ同様優しい人柄ですから。なんだ、なら問題ないじゃないか。これ微妙に薄味だな。だし変えたのか、さくら？はい、セイバーさん、お味噌汁に慣れてないと思って。あんまりお味噌が濃いのもダメかなって。そうですね、昨夜の味付けより今朝の方が美味しいと思う。ですがさくら、私も和風の食事には慣れていますから、そう気を使わず自由に調理してください。え、そうなんですか？ちゃんとお箸持ててる。びっくりしました。セイバーさんって器用なんですね。慣れていますから。ですが正直に言うと箸は疲れます。フォークやナイフより優れた道具だとは思うのですが。そうだね、セイバーちゃんはお箸よりナイフとフォークだよね。え、それ違う違う、かけるのはソースじゃなくて醤油。なるほど、忠告感謝します。よしよし、報酬として海苔を1枚いただきます。はい、白おかわり。はい、食いすぎて二度寝するなよ。あの先生、今日の朝練に参加されるなら少し控えた方がいいと思いますけど。大丈夫大丈夫、これぐらい入れておかないとお昼まで持たないもの。そういうさくらちゃんだって朝練の後におにぎり食べてるじゃない。先生、知ってたんですか？無振り、端っこでこそこそやってるから気になって観察してたのよ。ダメよ、いい年頃の女の子が朝2食なんて。悪魔はこっそりと、ある日テロリストのように体重計に前降りるんだから私の読みではさくらちゃんの今の体重は。ダメダメです、先生、言ったらもうご飯作りに来ませんから。チェ、それに間食は時々だけです。いつもそんなことしてるわけじゃありません。あれ、そうなのか。朝飯いつも一合多く炊かれてたから、てっきりさくらが握り飯でも作ってるんだろうなって思ってたんだけど。先輩も知ってたんですか？ダメダメ、さくらちゃん、シロね、そういう細かいことには妙に神経質なやつだから、きっと初めておやつを作った時から気づいてたわよ。初めて？それって去年の夏のこと？さくら、空中に埃でもあるのですか？そんなところで手を振って。
今朝未明に発見された被害者は50名を超え、現在は最寄りの救急病院で治療を受けており。シントでまたガス漏れ？うわぁ、今度は50人だって。なになに？被害者には昨夜から連絡が取れず、何人かの家族は不審に思い会社に連絡、警備員に確認させたところ、社内に残っている社員はいなかったとのこと。何これ、夕方からみんなビルの中で倒れてたのに、どうして警備員が気がつかないかな。職務怠慢とかそういうレベルの話じゃないよね。もう物騒だな。シロ、しばらく新都でアルバイトするのは禁止だからね。貯金ならたくさんあるんだから、こんな時ぐらいゆっくりしなさい。セイバー、言っとくけどここまでだぞ。学校に行っている間はここにいてくれ。セイバーと一緒に学校に行ったら騒ぎが大きくなるし、何より目立つ。マスターは人目につくのは避けるべきなんだろう。だから大丈夫だって。人気があるところでは襲われないんだから、学校は安全だ。それにさ、身を守るだけなら俺一人でもなんとかなる。一つ尋ねますが、それはシロを一人で敵を倒せるという意味ですか？まさか。昼間なら一人でも危険を回避できるってことだ。人気のないところには近づかないし、日が落ちる前に帰ってくる。それならセイバーも納得がいくだろう。お前だって魔力を温存するために休んでなくちゃいけないんだから、無理してついてくることはない。わかりました。マスターがそう言うのなら、私は信じざるを得ませんね。悪いセイバー、けど大丈夫だって。それにさ、俺の身に何かあったらセイバーにも伝わるんだろ。もしそうなったら駆けつけてくれればいいじゃないか。いいえ、そうはいかないでしょう。私とシロのつながりは細い。マスターの危機が私に伝わるときは、シロの命そのものが危うくなっている時だ。そうなってから駆けつけても遅すぎる。うん、じゃあ俺の方からセイバーを呼べばいいのか？はい、シロが私を必要だと思えば、それはあなたのサーバントである私に伝わります。それでも間に合わないと判断した時はレイジを使ってください。レイジのバックアップがあるのなら、空間を飛んでシロの守りとなることができるでしょう。分かった。できるだけそんな事態にならないように立ち回る。日が落ちるまでには帰ってくるから、セイバーは留守を守っていてくれ。はい、どうか気をつけてください。シロ、あなたの学校は異常です。行動には細心の注意を。特にリンには出会わないように。ん？学校で遠坂が仕掛けてくるっていうのか？まさか、それこそありえないだろう。そうだといいのですが、リンは人目を気にして判断を鈍らせるタイプではありません。それにシロを敵視しているようですから、気をつけるに越したことはないでしょう。はいはい、取り越し苦労だとは思うけど気をつける。
なんだ。別に何がおかしいってわけじゃないよな。気のせいかな。いろいろあって過敏になってるのかもしれない。よっ。トウサか？なんだよ、顔に何かついてるのか？別にいつも通りの教室だよな。シンジのやつ欠席か。なんだ伊勢、お前昼は食べないのか？ああ、先ほど済ませた。今はともかく眠くてな。昼休みが終わる前に起こしてくれ。なんだ、徹夜でもしたのか？お山じゃ、11時には絶対就寝じゃなかったっけ？そうなのだが、最近寝つきが良くない。いくら眠っても疲れが取れなくてな。おかげでここ数日は暇さえあれば眠っている。ん？なんだそりゃ。暇さえあれば眠ってるんなら眠気なんてないだろう。ああ、そうなのだがな、いくら眠っても疲れが取れないゆえ、疲れを取るために眠らざるを得ないのだ。矛盾していると分かってはいるのだが、眠いものは仕方がない。春にはまだ早いんだけどな、一世。春眠暁を覚えずか。まことに耳が痛い。あれ、ああ、エイセ、誰か来たぞ。知らん。生徒会は店じまいだと言ってやれ。いや、そう言ってもいいんだが、やってきたのはクズキ先生っぽいぞ。うん、それはまずい。リュウド、今朝の弓道部の件だが。それじゃあ、うちにも帰ってないんですか？そのようだ。おそらく刑事事件になるだろう。分かっているだろうが、むやみに話すことは避けるように。それは分かっています。ですが、そうなるとマトはどうしたんですか？あいつが昨日会っていたと弓道部の一年が言っていたじゃないですか。それに関しても同じだ。マトシンジも無断欠席しており、家も留守だそうだ。妹である麻藤さくらは藤村先生の家に泊まっていたというし、事情は知らされていない。
邪魔をしたな。そういった事情もある。また下校時間が早まるだろう。まったく。なあエミア、お前シンジを見なかったか。いや見てない。今朝は弓道場にも行かなかったし、あいつが休んでることはお前も知ってるだろ。そうか、それならいいんだが。ニッセ、昨日から家に帰ってないとか言ってたけど、それって誰なんだ？いや、シンジのやつも捕まらないってのは分かったけど。ん？そうだな。エミアも部外者というわけではないし、知っておいてもいいだろう。昨日の夜の話だ。弓道部の練習に出た娘が帰ってこないという連絡があったら、至急練習に参加した生徒たちに話を聞いたところ、行方不明になった生徒と最後に話していたのはシンジだと分かったのだ。ちょっと待った、シンジは昨日の練習にはいなかったぞ。それに弓道部のみんなとはちゃんと校門で別れたんだが。ああ、エミアもいたらしいな。話はその後だ。忘れ物をした1年生が戻った時、シンジが道場の前にいたらしい。その時にな、シンジとそいつが口喧嘩をしてたそうなんだ。いいっせ、肝心な話をぼかすな。それで昨日から行方不明になってる生徒ってのは誰なんだ？うん、三鶴綾子、弓道部の師匠だ。彼女は道場の鍵を職員室に戻した後、弓道場前で見かけられてから一向に行方が知れない。悪い、セイバー。少しやることができた。あ、あの、彩子ちゃんなら風邪でお休みしてますよ。三つずりなら休みだ。弓道部員ならそれぐらい知っているだろう。だから欠席だって。鬼のかくらんさ、あいつの無遅刻無欠席もここで終わりだよね。邪魔したな。明日三つ釣りが来たらこのことは黙っててくれ。誰もいないか。そうだよな、部活は休みなんだから。一斉に聞いてみるか。あれからなんか分かったかもしれないし。
とりあえず戻ろう。三つ釣りのことなんだから、藤姉がなんか知ってるだろうし。あれ、登坂、まだ残ってたのか？ん？なんだよ、話がないなら行くぞ、俺。呆れた。サーヴァントを連れずに学校に来るなんて正気？正気かって、そんなの当然だろ。だいたいセイバーは霊体化できないんだから、学校に連れてこれるわけないじゃないか。それなら学校なんて休みなさい。マスターがサーヴァント抜きでのこのこ歩いてるなんて、殺してくださいって言ってるようなものよ。エミヤ君、自分がどれくらいおバカか分かってる？おバカって、そ、登坂こそバカなこと言うなよな。マスターは人目のあるところじゃ戦わないんだろ。なら日中、特に学校なんて問題外じゃないか。ふん、じゃあ聞くけど、ここは人目のあるところかしら？は？あれ、ようやく分かったみたいね。ほんと、朝は呆れたのを通り越して頭に来たわ。あれだけ教えてあげたのに、どうして自分からやられに来るのかって。説明するまでもないわよね。これが私の家に伝わる魔術の結晶よ。ここに刻まれた魔術なら、私は魔力を通すだけで発動させることができる。アーチャーは帰らせたわ。あなたぐらいこの刻印に刻まれた呪いで十分だもの。逃げてもいいけど辛いだけよ。どうせ勝つのは私なんだから。
待て父さん、お前正気か。ここ学校だぞ。下手に騒げば誰がやってくるか分かったもんじゃ。その時はその時よ。私ね、目の前のチャンスは逃さない主義なの。エミヤ君には悪いけど、ここで片付けさせてもらうわ。それに今日みたいにフラフラされてたら私の神経が持ちそうにないし。だから待てって。だいたい俺は遠坂と戦う気なんて。あなたになくても私にはあるの。いいから覚悟なさい、シロ。あいつ今何やった。殺す気かあいつ。このだからそうだって言ったでしょ。廊下はやばい。そこ動くな。そんなの相手にできるか。何が戦いだ。そもそも戦力が違うぞ。戦力が。やば、来た。なわけあるか、バカ。背中にかすったぞ、背中に。嘘、なんでピンシャンしてんのよ、あんたは。本気かお前。そんな当たったらタダじゃ済まないじゃないか。当然タダで済むほど甘くないわ。痛いのが嫌なら止まりなさい。そしたらすぐ楽にしてあげるから。待て、お前感度打ってるんじゃないのか。殺意以外感じない音だぞそれ。うるさい。ならチョコバカ逃げるな。標的が動き回るから狙いに熱が入るんじゃない。
が軽いんだな、登坂。前は贅肉があるとか言ってたのに。いい加減諦めろ。そっちこそ往生際が悪い。命までは取らないんだからおとなしくしなさいよね。そんな心配してる場合じゃないぞ。これの魔力は底なしか。こっちの魔力が切れた時か。いや、参った。しかしまたこれは。椅子の足だ。また派手に壊したもんだよな、あいつ。
うまくいった。なんだ、本番なら百発百中じゃないか、俺。いぶり出しか。くそ、爪まで完璧じゃないか、あいつ。ようやく出てきたわね、エミヤ君。勝負あったわ。ほら、そのヘンテコな武器を捨てなさいよ。こうなったらエミヤ君に勝ち目なんてないでしょ。そんなのやってみなくちゃわからないだろう。肩で息してるくせに偉そうなこと言うな、バカ。そう、分かったわ。おとなしくするなら優しくしてあげようって思ったけど、そんなのはいらないおせっかいだったみたいね。ええ、だから初めに謝っておくわ、エミヤ君。謝るってなんでさ。というか、今さら謝られてもこの恨みは忘れないぞ。ええ、私が謝るのはこれからのことよ、エミヤ君。だって下手に抵抗されたら手加減はできなくなるでしょ。手元が狂ってあなたを殺しちゃったらもう謝罪はできないじゃない。やっと分かってくれた？よかった。これだけ言ってまだぼんやりしたこと吐かれたら、それこそどうかしてたから。どうかってどんなさ。これが最後の忠告よ。そのヘンテコな武器を捨ててレイジを出しなさい。最悪腕の神経を剥がすことになるけど、命を取られるよりはいいでしょ。ダメだ、それはできない。ふん、聞いておくけど、なんでよ。レイジは渡せない。それは俺にセイバーを裏切れって言ってるのと変わらない。そう、3秒あげるわ。自分の命だもの、自分で選びなさい。エミヤ君、返事は？登坂、今の悲鳴だったわよね。ちょっ
と、場所は分かってるの？エミヤ君。知るか、下からってことしか分からなかった。ちょっと待った、今結界を解くから。待ってたら、一人で先走ったら危ないわよ。そんな場合か、さっきの姫どう聞いても普通じゃなかったぞ。分かってるわよ、だから危ないって言ってるんじゃないバカ。よかった、気を失ってるだけか。そんなわけないでしょ、こんなに顔は青くして中身が空っぽだってわからない。中身が空っぽ？魔力、もっと極端に言えば生命力よ。キャスターにやられた人と同じ。 いえ、あれよりもっと立ちが悪い。この子放っておいたら死ぬわ。死ぬって、傷一つないのにか。外が無事でも中が空っぽなら動かなくなるのは当たり前でしょ。血が全然足りないのよ。待ってて、これぐらいなら手持ちの石でなんとか。ああ、もう気が散る。エミヤ君、そこのドア閉めてくれる？風で髪が乱れるのよ。な、ああ、あの非常口だな。どうぞか、危ない。え、何よそれ。エミヤ君、腕なんでそんな。ああ、今はそうじゃなくて、血がそんなに出てるのに、痛くないの？痛い、とんでもなく痛い。父さん、その子任せた。この辺りだ、間違いない。弓道場の裏、雑木林か。シンジ、
だけ目立つ格好してるのに、どうして？できることをやっていない。驚いた。レージを使わないのですね、あなたは。あいにく残りが少なくてな。こんなことで使ってたらこの先やってられないんだよ。そう、私のマスターと違って勇敢なのですね、あなたは。では私もやり方を変えましょう。サーヴァントのいないマスターに本気は出せませんから。あなたは優しく殺してあげます。
あなた。大したことないな。他のサーヴァントに比べたら迫力不足だ。いいえ、そこまでです。あなたは、初めから私に囚われているのですから。まだわかりませんか？あなたの腕に刺さったそれは、私の杭だということに。お前の杭？さて、先ほどは何か興味深いことを言ってらしたようですが、この私が他のサーヴァントに劣ると困りました。その認識を改めさせなければあなたを殺すのは難しい。そうですね。まずはその誤った目からいただきます。残った手足はその後に。勇敢ですね。常に痛みを伴う選択をするなんて。無事？とにかく血止めしないと。エミヤ君、何か巻くもの持ってない？ハンカチ発見。いつもさくらが用意してくれてるんで、きっと清潔。似た者同士か。けどないよりマシよ。私のタオルとそれでなんとか格好ぐらいはつけられる。よし、応急処置はこんなところね。
それであいつ何だったの？追いついたらとんでもないことになってたからとにかく援護してみたけど。俺もわからない。ここまで追いかけてきて襲われた。そんな顔するな。正体はつかめなかったけど、ともかくあいつもサーヴァントだろう。なら俺たち以外にマスターがいたってことじゃないか。そうね。学校に私たち以外のマスターがいるってことは知ってたけど、ようやく尻尾を出したってわけか。また父さんか。さっきの子はどうなった？持ち直したわ。今は保健室で寝かせてあるからもう大事はないと思う。そうか、それはよかった。何よ、人のことじっと見て。言っとくけど、私はあんなことしないからね。あのな、そんなの分かってる。登坂があんな真似するもんか。俺が言ってるのはそうじゃなくて、さっきの続きだよ。どうするんだ、やるのかやらないのか。どうするか、そのどうするんだよ。やらない。今日はここまでにする。なんだかしらけちゃったし、また借りができちゃったし。じゃあ行くわよ。辛いだろうけど、うちに着くまで我慢して。だから私の家に行くわよって言ってるの。エミヤ君、自分じゃその傷治せないんだから。いや、それはそうだけど、なんで？なんでも何もないわよ。その傷、治療しないと壊死しちゃうじゃない。それで動かなくなったりしたら、私の落ち度みたいじゃない。え？玄関こっちだけど。うん、分かってる分かってる。それじゃあ腕を見せて。悪い、頼む。あれ、おかしいな。傷口がさっきより小さくなってる。エミヤ君、自然治癒のまじないでもかけてるの？え、いや、そんなことないぞ、断じて。そうなの？その割には傷、もうほとんど塞がってるんだけど。いや、だから別に綺麗だとかなんとか。って、今、なんて言った父さんが。だから、傷はほとんど治ってるって言ったの。私がしたのは血止めだけだから、治ってるなんてことはないはずなんだけど。
そんなこと言われても知らないぞ。本当？前にもこんなことがあったけど、本当に心当たりないの？また、ますますわからない。前もあったって、どのくらい前のことだ？前は前よ。エミヤ君、バーサーカーに襲われた後、背中にざっくり破片が刺さったでしょ。あの後、私が手を加えなくても傷は治ってたし。まあ、あの時はあなた自身の魔術だと思ってたんだけど、そんな器用じゃないものね。はいはい、不器用で悪かったな。けど、それってどういうことだ？俺、今までそんなことはなかったけど。そうね。考えられるとしたら、セイバーと契約したことが原因じゃないかな。エミヤ君とセイバーがどんな契約を結んだかは知らないけど、サーバントの中には契約者を不死にする者もいるっていうから、セイバー自身の自然治癒能力がそのままエミヤ君にも流れているのかもしれない。ふん、ならセイバーと契約している限りは怪我をしてもなんとかなるってことか。まあそういうことになるけど、それは当てにしない方がいいわよ。結局あなたの傷を治してるのはセイバーってことになるんだから、セイバーの魔力を消費することになるし、何よりあなたのは傷を癒す力であって生を返すものじゃないわ。死んでしまえばそれまでなんだから、今回みたいな無茶は控えなさい。さて、それじゃあお茶でも入れようか。エミヤ君、砂糖とミルクどっちがいい？ね、あ、いや、どっちもいらないけど、父さか、その前に教えてくれないか？ん？いいけど、何？さっき言ってたことだよ。学校にもう一人マスターがいて、そいつが何かしてるって。ああ、そのこと？そっか、エミヤ君じゃ結界には気づかないか。まあ簡潔に言うとね、学校には私とあなた以外にもう一人マスターがいて、さっきみたいなことを繰り返してるのよ。マスターはマスターだけを狙うわけじゃないか。あの神父が言ってたことだけど、なんでそんなことをするんだ？聖杯戦争に勝つためでしょう。サーヴァントは人の精神を食べれば食べるほど魔力を蓄えられる。学校にいるマスターはね、うちの生徒をみんな生贄にして自分のサーヴァントを強くしようって魂胆なんでしょう。生徒を生贄にするって正気か、そいつ。さあ、けど学校にはすでに結界が張られてる。まだ完成してないけど、一度発動すればあの敷地にいる人間はみんな衰弱死するでしょうね。まあそんなことは私が許さないけど。どうしたのよ、さっきから落ち込んじゃって。私何か言っちゃった？いや、そうじゃないんだ。ただお前には勝てないなってそう思った。なんだよ今のは。その別にさっきのことじゃなくてだな。分かってるわよ。それよりエミヤ君、とりあえず休戦しない？休戦って俺と遠坂で？そう、学校に潜むマスターは立ちが悪いし、エミヤ君も敵に知られちゃったしね。私としてはあなたより先にあっちを片付けておきたいの。だからそれまで休戦して二人でさっきのマスターを探さない？
どう？悪い条件じゃないと思うけど。なあ、遠坂が力を貸してくれるなら頼もしい。待った、別に私はエミヤ君に力を貸すわけじゃないわ。ただ休戦協定を結んだだけよ。そっか、敵の敵は味方なんてわけにはいかないか。ええ、けどそれまでは信頼して。あなたが私を裏切らない限り、私はエミヤ君を助けるから。よかった、それなら遠坂はずっと味方だ。これからよろしくな、遠坂。短い間だろうけど、せいぜい役に立ってよね。なるほどね、道理でおかしいと思った。つまりエミヤ君は正式な後継者じゃないんだ。どうなのかな、親父は俺に魔術刻印を引き継がせる気はなかったみたいだし、魔術師になるのには反対してた。うん、けどエミヤ君に魔術は教えたのよね。なんか矛盾してないそれ。かもな、親父俺が諦めないから仕方なく教えたって感じだったし、初めに魔術師じゃなく魔術使いになれなんて言ってたし。協力関係になった以上、エミヤ家の事情が知りたい。魔術使いか。それじゃあエミヤ君本当に素人なんだ。自分が扱える魔術以外、魔道の知識はないわけね。まあそういうこと。俺が使えるのは強化だけだからな。他のことは名称とか概要とかそんなことしかわからない。さっきだって強化で机を縦にしただけだし、あれにしたって今までで一番うまくできた魔術だった。ちょっと本気？なんでそんなことまで私に喋るのよ、あんたは。ん？なんだ遠坂、今の突っ込むところか。突っ込むところっていうか、あのねエミヤ君、私たち手を組んだけど、それでも内緒にしなくちゃいけないことってあるでしょ。手の内は隠しておくべきだし、第一魔術師にとって自分の魔術は隠し通すべきものよ。そうか、今さら隠しても仕方がないだろう。そりゃ人には言えないことだけど、遠坂は魔術師だ、話しても問題ない。それに相手が何であれ、魔術は必死になって隠すことじゃないって親父は言ってたし。何それ、エミヤ君の父親本気でそんなこと言ってたの？ああ、あんまり規則にとらわれるなって言いたかったんじゃないかな。親父は魔術なんてものは覚えない方がいいし、やめたければいつでもやめろって口癖だったぞ。ふざけないで、あなたの父親は魔術師じゃないわ。そんな奴に鍛えられたあなたも魔術師なんて認めないから。遠坂、落ち着け、何怒ってるんだよお前。いや確かにお前に比べたら俺は魔術師なんて名乗れないけど、親父は立派な魔術師だったぞ。
そうじゃない、私が言いたいのはそういうことじゃない。私が許せないのはその、ごめんなさい、ちょっとどうかしてた。鍛え方は人それぞれだものね。私は私に胸を張ってるんだから、エミヤ君をどうこう言えるはずがなかった。わからないな、何か気に障ったことでもあったのか、その親父の教え方とか俺の未熟さとか。そうね、エミヤ君の未熟っぷりには文句あるわよ。何年も魔術を鍛えていて強化しか知らないところとか、そういう弱みを私に教えちゃうところとか。そうだな、今すっごく後悔してるけど仕方ないだろ、俺には強化ぐらいしか取り柄がないし、親父は死んじまったんだから、それ以外のことを教わる方法はなかったんだ。ええ、それが独り身の魔術師の限界ね。魔術師なんていつ死ぬかわからないんだから、そのために魔術刻印を残すんだし、教会と手を組むんじゃない。私が頭に来たのはね、そのあたりの努力を全くしなかったあなたの父親によ。魔術師の魔術はその魔術師だけのものじゃない。魔術ってのは親から子へ何代も何代も続けられてきた命の成果だもの。その責任はもう自分だけのものじゃなくなるのよ。だからそれを教わるってことは、後の世代にそれを渡すってことが第一条件になる。魔術師の家に生まれた子供は誕生した瞬間に後継者であり伝承者でもあるの。私たちはそのために生まれて、そのために死ぬ。魔術師の子供は初めから人間じゃない。ううん、人として生まれたものを長い年月と厳しい修練によって別のものに変えるのが魔術師という家系の義務だから、エミヤ君のお父さんは魔術師なんかじゃない。あなたの父親は魔術師である前に親を取ったのよ。なあ、登坂、もしかしてそれで俺を目の敵にしてたのか。魔術師としての心構えがなってないから。そうよ、あなたのことは嫌いじゃないけど、魔術師としては認められないもの。だからそのつい急を据えるっていうか、つっつきたくなったの。悪い？まあいや、悪いけど忠告は助かった。今日のことがなかったら学校のマスターにも気づかなかったし、遠坂とも手を組めなかった。もう、なんだってこんなのが聖番のマスターなのよ。じゃあ登坂、マスター探しは学校でするんだな。ええ、明日の放課後廊下で待ち合わせましょう。ああ、それと帰りはアーチャーをつけてあげる。私はやることがあるから送ってあげられないけど、アーチャーがいれば問題ないでしょ。よろしくね、アーチャー。彼とは協力関係になったから、襲いかかったりしちゃダメよ。分かっている。マスターの指示には従うさ。
この辺りでいい。あんまり近づくと前みたいなことになりかねない。待てよ、なんか言いたいことがあるんじゃないのか、お前。見直したよ。殺気を感じ取れる程度には心得があるらしい。いや、てっきり虫も殺さない平和主義者だと思っていたが。バカにすんな。これでも魔術師だぞ、俺は。相手がやる気だって言うんならいくらでも相手になる。たわけたこと。血の匂いがしない魔術師など半人前だ。死にそう教わらなかったのか、エミヤシロ。俺からは血の匂いがしないっていうのか、お前は。無論だ。その点においてもエミヤシロはマスターには向いていない。リンとは大違いだな。なんだそれ、遠坂は血の匂いがするっていうのか。するとも。あれはいささか甘すぎる嫌いはあるが、それでも手を下すときは容赦すまい。そうでなくては連日マスターを探して街を巡回などしないさ。じゃあ遠坂は今日みたいなことを毎日してるのか。まさか。今日のような手たらくは今回限りにしてほしいものだ。あれだけの意志と能力を持った魔術師がお前を相手にするとどうも年相応に戻ってしまう。大体彼女の能力ならエミヤシロと協力する必要などないのだ。にもかかわらず余分なことをしている。私としては協力など反対なのだが、まあ仕方があるまい。サーヴァントはマスターに従うものだ。そうだろ、エミヤシロ。たとえマスターが役に立たない未熟者でも、サーヴァントは従わなければならないということだ。そうかよ。遠坂も気の毒だな。お前みたいなひねくれ者と組まされてな。まったく呆れる。忠告するが、サーヴァントの性格など考慮するな。我らはただ戦うために呼び出された者。所詮サーヴァントはレイジュでつながれた道具に過ぎない。支配権はお前たちにあるのだから、道具のざれ言など聞き流す。で、呼び止めた要件は何だ。まさか親睦を深めようなどとふざけた理由ではあるまい。その、そうだ、アーチャー、お前も聖杯が欲しいのか。聖杯？はあ、人間の望みを叶えるという悪質な宝箱か。興味はないな。私の望みはそんなものでは叶えられまい。なんだって。待て、おかしいぞお前。ならなんでサーヴァントになんてなってんだよ。成り行き上仕方なくだ。私に自由意志などない。お前はサーヴァントが自らの意志で呼び出しに応じているとでも思っているのだろうがな。
幸せな男だ。本当に考えたことはなかったのか。いいか、サーヴァントとは呼び出されるものだ。いいな、英霊とは全て自らの意志ではなく他者の意志によって呼び出される。過去の功績によって英霊となり、以後は人々の間で語り継がれ、その支えになるものだが、その塔の英霊自身が心の底から人間の助けになりたいなどと思っていると。いや、それは。そうだ、もともと英霊というものに意志などない。英霊となったものは以後ただ人間を守る力として置かれるだけだ。何かこちらで不都合があった場合のみ呼び出され、その後始末をして消えるだけの存在。あるがないもの。人の世の危機を救おうが誰にも認識されないもの。それが英霊、守護者と呼ばれる都合のいい存在だ。なってしまったが、最後意志を剥奪され、永遠に人間のために働き続ける掃除屋に過ぎん。な、そんなはずはない。セイバーもお前もちゃんと意志があるじゃないか。そりゃ自分の意志とは無関係に呼び出されたかもしれないけど、それでもこっちに出てきてからの選択肢はあるんじゃないのか。セイバーだってやりたくないことはやらないって突っぱねるし。当然だろう。我々はサーヴァントだ。誰が作ったシステムだか知らんが、この戦いはよくできている。本来本体からの触覚でしかない英霊に形を与え、本体そのものとして刺激するのだからな。サーヴァントという殻を与えられた英霊はその時点で元の人間性を取り戻せる。かつての執念ゆえにサーヴァントは聖杯を求めるのだろうよ。聖杯を得れば叶わなかった無念を晴らせるだろうし、短い時間であれ人間としてこの世界にとどまれるのだから。人間としてとどまれる。ここまでのものをなんでお前はいらないって言うんだ。叶えられなかった願いを叶えられるし、サーヴァントでなくなることだってできるっていうのに。単純な話だ。私には叶えられない願いなどなかった。他の連中とは違う。私は望みを叶えて死に英霊となった。故に叶えたい望みなどないし、人としてここに留まることにも興味はない。それはお前のサーヴァントも同じだろうさ。バカ言うな。セイバーは聖杯が必要だって言ったんだ。お前みたいに目的がなくてサーヴァントをやってるわけじゃない。私の目的目的があろうとなかろうと同じだ。気になるのならば問いただしてみるがいい。セイバーの目的は聖杯でありながら、決して聖杯を自分のためには使わない。そういった意味であれは典型的な守護者、文字通り奴隷なのだ。そのことを
彼女のマスターであるのなら決して忘れないことだ。ただいま。おかえりなさい先輩。ただいま。遅くなってすまない。晩飯どのくらい進んでる？はい、まだ始めたばかりです。でも先輩のお手を借りることはないと思いますよ。今晩のメニュー、藤村先生のリクエストでシチューなんです。そうか、そりゃ確かに手伝えないかな。セイバーは？今にはいないようだけど。セイバーさんでしたら和室の方で眠っています。先輩が帰ってきたら起こしてほしいと言っていましたけど。セイバー、もしかして怒ってたか？そんなことはなかったと思いますよ。セイバーさんいつもキッとしてますから。セイバーちゃん怒ってたよ。帰ってきたら道場で話があるって。フジネ、なんかセイバーに変なこと吹き込んだりしてないだろうな。その約束を破ったやつは道場でしないうちの刑だとかなんとか。したよ。うちは体育会系だから容赦なくやっちゃっていいって。つかぬことを聞くけどな、フジネ、セイバーを道場に連れて行ったのか？稽古するなら市内を使えって。うん、さっき軽く手合わせしたんだけど、あの子とんでもないわよ。剣道を知らないくせに私以上に剣道家っぽいんだもん。あの子向こうでフェンシングでもやってたの？いや、フェンシングはやってないと思う。どっちかっていうとフジネとキャラが被る。自業自得として観念しよう。それより藤根、三つ釣りのことだ。あいつ家に帰ってるのか？え、なんで四郎が知ってるのよ。三つ釣りさんのことは知らされていないはずよ。まあ生徒会室で盗み聞きしたんだ。それでどうなんだよ、三つ釣り見つかったのか？どうなんだ藤根、やっぱり一向に変化なしなのか？仕方ないな。黙ってたら今すぐ飛び出しそうだし、絶対秘密って話でもないし。けどシロ、今回は特別だからね。シロが三つ釣りさんの友人だから教えてあげるのよ。分かってる、恩に着るから早く。じゃあ結論から、三つ釣りさんさっき保護されたわよ。今頃は検査も終わって家に帰ってるんじゃないかしら。ちょっと意識が混濁してるらしいけど、外傷もないし命に別状もないって。それ以上の話はダメ。シロも友達なら三つ釣りさん本人から聞きなさい。そうか、とにかく大事はなかったんだなあいつ。そうだ、さくら、ちょっといいか？はい、何ですか先輩？いや、大したことじゃない。ただ、その
シンジがどうしているか知らないかなって。すみません先輩、昨日はこちらに泊めてもらって学校に行ったでしょ。だから家には帰ってないんです。先生にも兄さんが無断欠席したって聞いたんですけど、その事情はわからないか。そうだよな、さくらが知ってるわけないし。ごめん、見当違いなことを聞いちまった。いえそんなことありません。兄さんのことは私が一番よく知っているんですから。兄さんが休んだ理由ぐらい気づかないといけないでしょ。いやそんなことはないだろう。実際さくらがうちにいてくれて助かったし。先輩、それはどういう。さくら、今夜もうちに泊まってけ。着替えなら藤根のを使っていいから。え、先輩、それは。できるならしばらく泊まり続けてくれると助かる。いや、さくらが迷惑だって言うなら帰ってくれていいんだが。すまん、困らせるようなこと言って悪かった。はい、お言葉に甘えます。シロ、どうしました？部屋に戻るのではないのですか？ん？ああ、戻るよ。ただその前にセイバーに聞いておきたいことがあって。気になることですか？どうぞ、私に答えられることであれば構いませんが。セイバー、お前は聖杯が必要なんだよな。はい、私の目的は聖杯です。そのために私は英霊になった。それは以前にも話したはずですが。分かってるけど、それは何のためなんだ？聖杯さえ手に入れればサーバントはマスターがいなくてもこっちに留まってられるんだろう。ならセイバーは聖杯を手に入れてここでやりたいことをやるんだよな。いいえ、聖杯を手に入れた後、私はこの世界から去るだけです。この時代の人間ではない私がここにいることは許されませんし、何より私にはやりたいことなどありませんから。そうか、セイバーの目的が何なのかはわからないから強くは言えないけど。約束したからな、セイバーに聖杯を手に入れさせるって。今はそ、何かあったのですかシロ。どうも帰ってきてからのあなたは覇気がないように思いますが。そんなことはないけどな。あって、そうだ、セイバー、今後の方針なんだが。今日学校に行ってそこに3人目のマスターがいるってことが分かったんだ。そのそこで遠坂と一波乱起きた。いろいろあって学校に潜んでいるマスターを探し出すまで遠坂とは休戦協定を結んだんだが。うん、セイバー、遠坂と協力するのは反対か？いいえ、シロには知識がないのですから、リンから学ぶのは賛成です。ですが
そういった大事を決めたのならすぐに伝えてほしい。それとできるのなら相談も。では明日からは凛と協力して校舎を探索するのですね。そういうことになる。何か異常を見つけたらセイバーを呼ぶから、それまで待機していてくれ。方針としては手ぬるいですが、シローが先頭になれるまではちょうどいいでしょう。当面は学校に結界を張ったマスターを追うのですね。確認しますが、学校に潜むマスターを倒した後はリンとの休戦協定は白紙に戻り、彼女とは敵同士に戻る。それに間違いはありませんね。ダメだ、まだ断言はできない。学校のマスターを倒してもまだ先があるかもしれないだろ。バサカっていう怪物もいるんだ。協力し合えるならできる限り協力した方がいい。そうですか。マスターがそう言うのならば従いますが、それではシローが辛いだけになる。その時になって自らの選択を悔やまないでください。Thank you.